どうも。じゃあ、関西弁にね、歌詞を変えるプロジェクトですけど、替え歌ではないということだけをちょっと僕の中では替え歌にしちゃうとね、やっぱガチャガチャとなってまうし、カモン達夫がおるし、替え歌じゃないということでやるんですけど、やっぱりタイトルがね、私のもんですけど作ってるとタイトルだけこう出てきたりしましてね、今回はかぐや姫の名曲神田川をね、関西弁にしたんで、まあ、歌詞に出てこないんで、歌ったところは神田川が一応淀川やってますけど、神田川って細いですからね、淀川は、狭いんで、井戸が広いんでね、神田川はめちゃめちゃちっちゃいですけどね、はい、あれ、ならない、飽きた。フォークギターをやり始めた時に最初に弾く曲ベスト3ぐらいですよね。これとあと22歳の別れと、22歳の別れを32歳の別れにしたら切ないよね。次するかもしれません。あんたはもう忘れたんかいな。だいぶ変わるよね、なんか空気感がね、やっぱね。二人で行った横丁の銭湯。そういえば僕あれやわ、デビュー前アパートを住んでたやん、銭湯、あの風呂ないとこ、いつもベタにあのタオルを枕にしたことないけど行ってたね、銭湯。当時の彼女とも辰巳荘やったわ、もう潰れたけど、隣にボケたおばあちゃんやったね、大変やって、ほんま大変って、洗濯機にうんこ入れられて、ほんまに大変やったよね、あのにね、地獄やったね。そこのどん底があったからこうちょっと頑張れた、一緒でしょこの感じが、これもちょっとだけ変えましたな、関西でなんか優しさが怖かったとか言わんような気がしてね、あなたの収入が、あなたの収入が怖かった、これ言われたら切ないよね、若い時付き合ってる彼女に、何にも怖ない、あなた優しい、あなたの収入だけが怖い言われたことあるかもしれないけどね、もう一個思いついてもだから、もう一個言ってもたわ、若い時にね、ただあなたの生え際が怖かった、多分ね、ずるっと生きそうな彼氏なんでしょうね、生え際が怖かった、まあ、俺も51やからね、大丈夫やね、大丈夫ってということで、淀川でしたということでございまして、タネルチャンネルも始まってね、もう2年ぐらい経ってますね、今年、2019年最後にみんなで忘年会します。12月の29日もう年も押し迫ってます。7時から、歌ったりですね、イベントしたり、今そのために、手品の練習もして、インドに問い合わせて象を今ちょうど取ろうとしておりますので、皆さん楽しみに来てくださいね、よろしくお願いします。ぜひ時間がある人は来てください。